はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、こちら、じゃーん、はい、じゃん、ということでレッドホットスティック爆食していきたいと思います。はい、ということでめちゃくちゃ久しぶりのケンタッキーです。いつ最後に食べたんだっけっていう感じで覚えてないんだよね。でもこういう感じの爆食をした時の動画は多分ね、あの食中毒になる前のマックの爆食だったっけな、だったような気がするんだよね。だからあんま食べてないんですよ最近。まマックはね全然あの普段食べてるんですけども、やっぱりあの私ちょっと結婚式を控えておりますので、あんまりねこれジャンキーなものは食べないようにしてるんですよ。まあラーメンとか全然食べてるんだけど、やっぱりケンタッキー結構あれじゃないですか。だからみんなからねたくさん教えてもらうの、あの辛いバーガー出たよとかチキン出たよって教えてもらってるんだけど、なんかね食べたいんだけど食べるね時間もなかったし、最近痩せてきてるしどんどん痩せていきたいなと思ってちょっと我慢してたの。でもやっぱレッドホットが出るってことで食べます。で今回もねたくさんね皆さんからあの出たよって教えていただきました。もう本当にありがとう。辛いものだけを教えてくれる方とかもいて、もう本当に恵まれてるなって思っております。ということでちょっと紹介したいと思います。で今回はですね、レッドホットチキンじゃなくってレッドホットスティックって言って手羽元のやつ。久しぶりに見たこのおじさん、カーネルサンダースサンダースだっけ。ちょっと私先に見ていい？何これ破壊力やばいよ。普通のねチキンとはちょっと違ってね、ちょっと ちっちゃめですけども、今回は9ピース買ってきました。わ、ちっちゃいっていうのを情報は知ってたので足りないだろうと思ってさ、なんかこれぐらいなら食べれそうな気がするな。美味しそう、やばい。今日ね朝から何も食べてないんで、今ね7時なので、もうちょっとこれだけじゃ足りないだろうってね、なんか頭がバグってるんでしょうね。辛口チキンフィレ買ってきました。これも美味しそう。であとはジュース、いつもはお茶ですけど今日はジュースいただきます。はい、準備できました。ということで食べたいと思います。はい、髪の毛まとめてきました。もう本気で食べるからこっちにピント合ってんじゃん。乾杯。メロンソーダです。いただきます。うまい。レッドホットチキン食べたいと思います。いただきます。おいしすぎる。一番美味しい。止まらない。結構辛いな。美味しい。とりあえずこっちも食べていいですか？辛口チキンフィレ。いただきます。うん。うん。一旦さ、ごめん。食べていい？本当にお腹空きすぎてやばくて。めちゃめちゃ一気に食べた。やばい、お腹パンパンになっちゃった。一気に5個食べたってことですね。めちゃめちゃ食べたわ。ちょっとねこっちのチキンフィレあるじゃないですか。もう美味しいんだけど、今日はもうレッドホットの口だったからちょっと違った。これをねヒロ君が食べるらしいので、ヒロ君にあげたいと思います。あ、食べてました。なんだっけ、レッドホットの激辛ソースみたいなやつあったじゃん。あれを7月の9日に食べてますね。でも7月の9日から食べてないのね。と考えると4ヶ月か、ちょうど4ヶ月食べてないってすごくないですか？えらい、私頑張った。もうみんなからね、飯トロめちゃくちゃ食らってた。美味しいのありますよとか、美味しそうなのありますよとか、すっごい飯トロ食らってて、教えてもらってたのに食べないっていうのはすごい申し訳なかったんだけど、おかげさまで痩せました。でも今日でこれだけ食べたので、結構太ってそうですね。多分チキン、このさ、肉だけだったらそんなにないと思うんだけど、この衣ですよ。誰に言われたんだっけな？あ、そうだそうだ、この前あれだ。マジみんなさ、社交辞令というかさ、褒めるのが上手なんだけど、この前ヒロ君の弟に会って一緒にね、あのヒロ君と謎解きに行ったんですけども、なんだなんて言われたんだっけ、忘れちゃった、ほっそりしただけの忘れちゃったって言われたのね。嬉しいけど、これは信じていいのか信じちゃいい悪いのか分かんないですね。やっぱりさ、誰かに褒められるといいよね。私褒められて伸びるタイプだからさ。まあでも今日あれだ、ちょっとこれヒロ君も食べるので取ってあるんですけども、ちょっとアイス持ってきていいですか？じゃーん、サーティワン買ってきました。もうサーティワンも最近大好きで、てかねめちゃくちゃ最近爆食というか食欲がやばい。食べて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 食べまくっちゃってる。整理終わった
あれ生理前私ってことで合ってる？全然生理前じゃない。生理あと2週間後ぐらいだった。でも私の中では生理が終わった日から生理前だと思ってる。めちゃくちゃ都合のいい女だよね。見てシナモンのカップかわいい。私はいつもラブポーション31とポッピングシャワーをいつも頼んでます。超懐かしいんだけど、私ね小学生の時、いや中学生かな、の時に初めて31を食べたの。初めて頼む時さ、このさラブポーション31とかさポッピングシャワーとか本当に初知りだったから、この名前を言うのにもうめちゃくちゃドキドキしてたっていう思い出があります。いただきます。おいしい。ね、この前ねお友達から聞いてマジカルミントナイトっていうフレーバーがあって、それを食べたのね。それなんかね2年に1回ぐらいしか出ないフレーバーらしくって、食べたんだけどめっちゃおいしい。めっちゃおいしかった。チョコ強めのチョコミントにポッピングシャワーのこの飴みたいなやつが入ってるって感じ。超おいしかった。こんなアイスなんか食べたらもう締めだよな完全に。みんなさ、今年終わっちゃいますよ。びっくりしてるんだけど私。なんか何もしないまま終わっちゃう。いやでも何もしてないまま1年は終わっていない。ちゃんと成長もした。ちょっとは。最近電話もできるようになったの。私めちゃくちゃ電話嫌いで、なんか嫌いというか超苦手なんだよね。なんかごもっちゃうというか、何を言っていいんだろうって思っちゃって。お世話になっております。なんとかなんとかなんとかです。なんとかですかっていう。まあテンプレはちゃんとやるんだけど、なんか質問されたらさ、ってなっちゃうの。なんかすっごいね、私、ガチで人見知りみたいなさ、なんか陰キャでもそれも電話もできるようになってきたの、だんだんとね。27歳だから成長しなきゃと思っていろいろ頑張って成長してるんですけども、なんか一瞬で1年終わったなって感じする。まだ1年終わってないんだけどね。終わりそうだなって感じ。なんかうちって毎年クリスマスはお家で過ごしてるのね。一回ね、付き合って初めての時に読売ランドにヒロくんとクリスマスデートをしに行ったんだけど、読売ランドに行くまでのなんかゴンドラみたいなやつあるじゃないですか。駅から歩いても行けるんだけど、ちょっとさすがに寒いし、時間かかりそうだなって思ったのでゴンドラ乗ったのね。ゴンドラに乗るまで 3,40 分ぐらい時間かかって、上に行ったら行ったでめちゃくちゃ混んでたし、帰りのゴンドラもめちゃくちゃ混んでたのね。そうだからそれがあってクリスマスはお家で過ごそうねってなってたのね。でいつもご飯を作って食べてるんですよ。なんか特別のご飯を作って食べてるんですけども、今年は私ね超やりたいことがあって、コストコの大きいピザあるじゃないですか。あれがねどうしても食べたくって、私コストコのピザ一回も食べたことないのね。それをクリスマスで食べたいなって思ってるの。超美味しそうじゃないですかあれ。私たちいつもさ買ってもホットドッグとか、あとカフェラテとかしか買わないのね。あとクラムチャウダーも美味しいよね。そういう系しか買わないからさ、ピザ食べてみたいなと思って、ワンホール欲しいの。あれ超夢なんだよね。でもさ絶対2人じゃ食べきれないよね。誰か呼ぶか、年越し前までそれな気がするぐらい結構1枚でお腹いっぱいになりそうじゃない。でもあれ食べたい。今年最後の夢を叶えたい。私たち3月に移籍するので、1月からは完全にもう頑張る気です。でも、たまには食べちゃうかもしれないです。まあでも、食べる日は食べる日でいいんだよね。食べる日は食べる日で食べて、減量というか、それを調節すればいいんです。でもさ、最近ね、インスタで結婚式のね、投稿とかしてる人をめちゃくちゃ見るんですよ。なんか、豆知識だったりとか、やってよかったこととか、やらなくて後悔したことみたいなのをあげてる人のやつをめちゃくちゃ見るんですよ。で、そのね、花嫁さんたちを見ると、めちゃくちゃ細くて、まあ、すごい素敵だなって思うんだけど、なんかね、なんだろう、細くなりすぎてカリカリになってる人とかめちゃくちゃいて、素敵だよ、素敵だなって思うけど、私はこうにはなりたくないなって思った。多分こうにはなりたくないなって思ってるけど、普通になれない。もともとね筋肉というかガタイがいいので、そんなカリカリにはなれないと思うんだけど、やっぱりつけるとこつけて落とすとこだけ落とすみたいなさ感じの方がいいよね。私パーソナルジムとか通おうかなって悩んでる。でもパーソナルジムか、私人見知りだからな。最近チョコザップっていうのできたの知ってる？ライズアップのチョコットバージョンみたいな、なんかジムなんだけど誰もトレーナーがいなくて好きなように使ってください、24時間営業だよみたいなところがあって、それに通うかすんごい悩んでる。でヒロ君を、ね、誘ったんだけど、一回ねジム私たち行ってたんですよ。でも仕事終わりに行くってなると結構時間がなくって、仕事がいつも8時ぐらいに終わって、そのジムの閉店が9時なのね。で仕事が終わってから行くとなると1時間もできないじゃないですか、移動時間含め。そうだからやめた。だからそういうのがあるから絶対行かないよねっていうので、ヒロ君は行かないらしいですけど、私は行こうかなって思ってます。なんかね、
私筋肉痛になるの大好きなんだよね。筋肉痛大好き。筋肉痛ってよくないですか？ちゃんとなんか頑張ってる感じしない？私ね、筋トレして筋肉痛にならなかった時は自分の努力が足りないって思って、そのバイアルキモいよね。筋肉痛になったら頑張ってるなっていう証拠だなって私思って、今日も筋トレしようかな。今日もっていうか最近全然してないんだけどね。はい、ということで、喋りながらしれっとお片付けしてたんですけれども、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。皆さん本当に教えてくれてありがとうございました。結構チキンは小さめだったので、多分余裕で3つは食べれると思うので、ぜひよかったら皆さんも食べてみてください。ということで今日の動画は以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。